この孤独欲無下の上心精進を象徴せしむるなり上心一元する時自他同じく天ゼラルルなりその利益あまねく上非常にこうぶらしむその大志は願わく哀れたとえ過去の悪業を多く重なりて衝動の因縁ありとも仏道によりて徳道せりし諸仏諸祖我を哀れみて合類よげだせしめ学道さわりなからしめその苦毒訪問あまねく無人北海の十万未輪せらん哀れみ哀れに分とすべし仏祖の横着は我らなり我らが到来は仏祖ならん呵責諸蔵諸悪豪海流無視頓人知重心悔い死諸将一切が今回懺悔格のごとく懺悔すれば必ず仏祖の名女あるなり新年新義ほんろ百仏すべしほんろの力在根をして勝因せしむるなり次には深く仏法僧の参謀を敬む立てまつるべし昭和変え身を変えても参謀を供養し敬い立てまつらんことを願うべし祭典等度仏祖昇殿するところは供養仏法そうなりもし博福聖徳の修行は参謀の名字なお聞き立てまつらざるなりいかに言わんや消えし立てまつることをえんやいたずらに諸筆を恐れて三人鬼人等に消えしあるいは下道の聖太に消えすることなかれ彼はその消えによりて宿を下道することなし薬仏法僧の参謀に消えし立て祭りて宿を下道するのみにあらず菩提を成就すべしその消え参謀とはまさに上心をもっぱらにしてあるいは如来現在世にもあれあるいは如来滅後にもあれ合唱し停止して口に唱えて曰く南無帰依仏南無帰依法南無帰依僧仏は声大師なるがゆえに消す法は良薬なるがゆえに消す僧は醤油なるがゆえに消す仏弟子となると必ず三期によるいずれの会を送るも必ず三期を受けてその後初会を送るなりしかあればすなわち三期によりて特会あるなりこの系仏法僧の苦毒必ず官能同行するとき成就するなりたとえ天上人間地獄鬼畜なりといえども官能同行すれば必ず消えし立て祭るなりすでに消えし立て祭るがごときは少々せせ在在諸所に増長し必ず釈迦類得しあのくたら三百三菩提を成就するなり知るべし三期の苦毒それ最尊最上人人不可思議なりということ世尊すでに称名しまします主上まさに真珠すべし次にはまさに三十上界を受け立て祭るべし第一勝利次回第二勝全防会第三勝受上会なり次にはまさに重重金会を受け立て祭るべし第一不摂生会第二不中等会第三不邪淫会第四不毛五会第五不古酒会第六不摂化会第七不自三北会第八不見法財会第九不審二会第十不王三宝会なり上来三期三十上会十十金会これ諸仏の受理したもうところなり受戒するがごときは三世の諸仏の首相なるあのくたら三百三宝台金剛笛の仏家を称するなり誰の知人か言語せざらん世尊明らかに一切主上のために示しますます
地上物界を送れば、すなわち諸物の位にいる。外大学に同じ足をあるが、ことにこれ諸物の御子なりと、諸物の常にこの中に従事たる各格の方面に知覚を残さず、勲章の通しなえにこの中に使用する各格の近くに方面現れず、この時実法北海の土地草木障壁が略南図字をなすをもって、その残すところの風水の利益に預かるともがら、皆人人妙不可思議の武家に妙死せられて近き悟りを表す。これを無意の苦毒とす、これを無差の苦毒とす、これほつぼ大神なり。菩提心を起こすというは、己未だ渡らざる先に一切衆生を渡さんと発願し営むなり、たとえ在家にもあれ、たとえ出家にもあれ、あるいは天上にもあれ、あるいは人間にもあれ、苦にありというとも楽にありというとも、早く地味徳度先度他の心を起こすべし、その形やしというとも、この心を起こせばすでに一切衆生の同時なり、たとえ七歳の女流なりとも、すなわち四種の同士なり、衆生の自負なり、何にを論ずることなかれ、これ仏道極妙の法則なり、もし菩提心を起こして後六子師匠に臨殿すといえども、その臨殿の因縁皆菩提の行願となるなり、しがあれば従来の行員はたとえ虚しく過ごすというとも、根性の未だ過ぎざる間に急ぎて発願すべし、たとえ仏になるべき苦毒熟して円満すべしというとも、名を巡らして衆生の成仏得道に栄光するなり、あるいは無量号を行いて衆生を先に渡して、自らはついに仏にならず、ただし衆生を渡し衆生を利益するもあり、衆生を利益すというは姉妹の藩にあり、一つには伏せ、二つには異を、三つには利行、四つには同時、すなわち去ったの行願なり、その伏せというは貪らざるなり、我が物にあらざれども伏せをさえざる道理あり、その者の過労気を嫌わず、その功の実なるべきなり、しかあればすなわち一句一言の方をも伏せすべし、師匠多少の前種となる一戦一層の宝をも伏せすべし、死せたせの前言を刻す方も高なる、宝なるべし、宝も法なるべし、ただ彼が放射をむさぼらず、自らが力を分かつなり、船を置き橋を渡すも伏せの段のなり、師匠三行もとより伏せにあらざることなし、愛語というは師匠を見るに、まず慈愛の心を起こし、怖いの言語を施すなり、自念修女優に釈師の思いを蓄えて言語するは愛語なり、徳あるは踏むべし、徳なきは哀れむべし、恩敵を合武し、君子を暴くならしむること、愛語を根本とするなり、迎えて愛語を聞くは表を喜ばしめ心を楽しくす、向かわずして愛語を聞くは肝に銘じ魂に銘ず、愛語よく回転の力あることを学すべきなり、利用というは貴賤の衆生におきて利益の善行を巡らすなり、窮気を見病弱を見しとき彼が放射を求めず、ただひとえに利行にも要さずなり、苦人思惑は利他を先とせば自らが利はるかりぬべしと、しかにはあらざるなり、利行は一方なり、あまねく利他を利するなり、同時というは不意なり、人も不意なり、他人も不意なり、
例えば人間の如来は人間にどうぜるが落とし倒して地にどうぜしめて後に地をして地にどうぜしぶる道理あるべし自他は時に従うて無休なり身の水を辞せざるが同時なりこの故によく水集まりて海となるなりおおよそ菩提心の行願には格のごとくの道理静かに示すべし卒時にすることなかれ再度生じゅに一切史上皆きょうこうぶらん苦毒を礼拝供養すべしこの発母大臣多くは何言無の妊娠に発信すべきなり今格のごとくの因縁あり願生しシャバ国土しきたれり賢者か無理物を喜ばざらんや静かに思うべし消防よにるるせざらん時は新年を消防のために放射せんことを願うとも欧米からず消防に王今日の我らを願うべし水や仏の玉は空城女大を演説する死に合わんには首相を感ずることなかれ溶岩を見ることなかれ火を切ろうことなかれ行いを考うることなかれただ般若を参上するがゆえに一日三時に礼拝し苦行してさらに元老の心を生ぜしむることなかれと今の見物文法は仏祖面々の行事より来たれる事音なり仏祖もし鍛錬せずばいかにしてか今日に至らん一句の音なお放射すべし一方の音なお放射すべし祝いや消防現像無常大法の大音これを放射せざらんや病弱なお恩を忘れず三部の寛欲放射あり窮気なお恩を忘れず夜の陰欲放射あり竹類なお恩を放ず人類かでか恩を知らざらんその放射は余計の方を当たるべからずただまさに日々の行事その放射の衝動なるべしいわゆるの道理は日々の生命をなおざりにせず私に費やさざらんと行事するなり行員は矢よりも速やかなり神明は露よりももろしいずれの善行方便ありてかすぎにし一日を再び返し得たいたずら200歳下乱は恨むべき日月なり悲しむべき境外なりたとえ100歳の日月は消式の塗りと地層しともその中一日の行事を凝取せば一生の100歳を凝取するのみにあらず100歳の多少を戻しすべきなりこの一日の神明は尊ぶべき神明なり尊ぶべき境外なり行事あらん信心自らも愛すべし自らも敬うべし我らが行事によりて諸仏の行事献上し諸仏の大道通達するなりしかあればすなわち一日の行事これ諸仏の趣旨なり諸仏の行事なりいわゆる諸仏とは釈迦牟尼仏なり釈迦牟尼仏これ即身是仏なり過去現在未来の諸仏ともに仏となる時は必ず釈迦牟尼仏となるなりこれ即身是仏なり即身是仏というは誰というぞと震災に参求すべしまさに仏頓を奉ずるにてあらん。